水務省の鬼姫たち。彼女たちの最大の武器は水剣ならぬ水務省。水務省を体得した旧時刻の鬼たちが今東方 M1 の舞台に殴り込みをかける。エントリーナンバー1125番、鬼神少女。はい、どうもお願いします。鬼神少女と言います。はい、お願いしますね。最初に出てきたからといって決して面白くはありませんのでね。言わなくていいよそんなこと。一発目だからといって期待されるのも腹の立つ話ですね。いや、言うなってたからそういうことね。お願いしますね。はい、お願いします。いやね、去年は薬屋にひょうたん壊されて、死神に畳飲まされて、はいはい、それから一週間は寝込んでたわけですけどもまあね、それはね、だからその間ひどいですよ。角はシワシワ、お酒が切れて、艶も張りもゼロ。あーねー、しょうがないからひょうたんができるまでの間、エイリンからお薬もらいましてね、うん、飲んだらもうあっという間ですよ。すごい力、おー、やっぱすごいですね。エイリンはバイアグラは、いや何の話だ。おい、角に効かないよそんなの、うん、関係ないだろ。うん、艶も張りもなかったけど、まあまあそうですか。すごいよねバイアグラは。おいね、あの公共の場だよ。そういう話入れつつね。いいわそんな話。でも一人で寝込んでると寂しいですね、ちょっとね。そりゃそうだろうな、山では一人暮らしだからな。そう、でも私あれなんですよ、うちね猫が。おお、猫飼ってる。意外だね。シックスクールキャッツがいるんでね。6匹飼ってる。だから寂しくないんですよ。へえ、猫なんて変わったねあんた。いいよ、遊戯も猫飼った方がいいよ。いやいいよ、私はいっぱい飼った方がいいよ。寂しさ紛らわれるよ。いやいいよ。紛らわれるってお前頭相当きてるな。ちょっとね、今日は2錠飲んできたからね。はいはいはい、うるさいうるさい。本当はこうやってネタしたいくらい。最低だなお前。いやでもまあまあね。あんたあんまりやるとこの世界で生きていけなくなるよ。今点数つけられたら完全に0点になるよあんた。0点になる。いやいや、でも遊戯も買ったら。いいよ猫は。遊戯はなんか買ってんの。うちは魚を飼ってますよ。魚？いいじゃん別に。魚？笑うとこじゃないの。おいやいや、ないわ。買ってんの。家でブリは飼ってない。ブリは飼ってない。ちっちゃいやつか。そうそう。猫とかあんまり興味ない。興味ないよ。あんたは興味ないかもしれないけど、うん、うちの猫はあんたの魚には興味あるよ。空気だろ完全にそれ。いいよ猫、猫飼ってるって人、私飼ってますっていう人。あれ、あんまりいないですね。あ、聞き方が悪い。じゃあ私猫飼って人。いや手あげないだろ。いらっしゃらない。あげてもチェンかおりんくらいなもんだよ今の質問は。さあね、こんなことでね、ええ、今の時間はね尺稼ぎと思ってもらえれば幸いですね。言わなくていいよいちいち。ねえ、しかし年末ですね。まあ年末って言ったら外の世界では格闘技イベントが目白押しでしょ。ああ、やってるみたいですね、あの子供魂の。まあまあ、あれ出てみたいですね。え、出てみたい。何？そんなの弱い者いじめじゃん。いやいや、ガチでやんないよ。え？あのね、そうじゃなくて登場シーンとか盛り上げてくれるじゃん。あ、めっちゃ派手に。なるほど。あれに憧れるな。やってみたい。ちょっとやってみたいな。そりゃいいけど、なんかできんの？何が？向こうの格闘技、鬼の力使っちゃダメよ。あー、なるほど。柔道とかいうやつできるよ。柔道？へえ、じゃあやってみて。投げんの？ルールにのっとってね。私詳しいよ外の格闘技。へえ、そうなんだ。偽物だったらすぐわかるよ。ちょっと投げてみて、すぐわかるよ。あ、こいつやってるな、うん、あ、こいつ万引きやってるな。いや万引き関係ねえよ。すぐわかるから。関係ねえよ。ちょやって。はいはい、そりゃたうん、多分角生えてないよ。あ、そっか。柔道難しいと思う。他何かできないの？他？ボクシング。ボクシング？じゃあボクシングやってみて。あー、はいはい。私ホーム見たらわかるから。あ、こいつやってるな、うんうん、あ、こいつ万引きやってるな。関係ねえよだから。ちょっとやってみて、フォーム見るから。うん。あ、わかった。遊戯はあれだろ。何？私服ダセーだろ。関係ねえよ。言わなくていいだろ。え、ダサいこれ。いや、ダサかないけど、なんなのそのパンチ。何が？ボクシングだろ。いや、ボクシングというか、南都政権の類いね、それ。南都政権がわかんない。だから何やりたいの？だから入場よ、入場。入場？かっこいいやつよ。はいはいはい。じゃあ、アナウンサーやればいい？うん、かっこよくやって。かっこよくね。いくよ。ゆうちゃんです。どうぞ。はい、どうも、こんにちは、ゆうちゃんですって、ちょっと待て。その紹介はないわ。何さ、かっこよく見たことあるだろ。アナウンス、何、星熊選手の入場ですみたいなのあるだろ。あ、はいはい、やってよ。はいはい、いくよ。星熊選手の入場です。バカにしてるだろ。なんだそれ、しゃくれてただろ今。なんでよくわかるね、見てもないのに。
声がしゃくれてたよ今。うん、分かった分かった。かっこよくやって。はいはい。もうしゃくれ横顔がしゃくれてたぞ今見たら。何がよ。しゃくれんなよ。分かった分かった。はいはい。星熊選手の入場です。めんどくせえお前。何曲曲何さ盛り上げろよお前。ドーンドーン音ドーンドーン音楽ドーン。はいはい分かった。星熊選手の入場です。早くみんな逃げんさい。早く防空壕へ逃げんさい。あー奥さんすまん、もう防空壕誰も入れんごたる。悲しいわなんか。なんだ防空壕誰も入らんごたるって。花火よ。爆撃だろうが今の。エノラゲーが飛んできた。エノラゲーじゃねえよ。悟空を積んできた。笑えねえよ。いや悟空は爆弾ではないからね。そっか違う曲曲。あー花火で曲。はいはい分かった。星熊選手の入場です。いやダサいよなんか。ピコピコ音おかしいだろ。お前ピコピコ音をバカにしてんのか。バカにはっていうかなんで怒ってんだお前。逆切れされる覚えはねえ。いや遊戯をイメージしたらこれしかなかった。私ピコピコ音をかぶるか。ちょっともういいよ曲は。いいの。もう登場した。紹介しろ。紹介。はい分かった。赤コーナー163センチ55キロ、上から95 58 90、星熊。ちょっと待て。羨ましいのか。あノイズボディか。あそう突っ込む。あそのツッコミは想定外だわ。返せ体操着。あんたが投げたくせ。お前洗濯クリーニング出したら取れこれ。アホか。どこ。なんでニトリクリーニングか。幅広いなあいつは。いいから返せ。最後ガチと紹介しろ。はいはいはい。163センチ55キロ、95回のスーパーヘビー級王者、力の遊戯こと星熊遊戯。しゃくれてんじゃん。いい加減にしろ。ありがとうございました。